ご飯です。はい、今ね国道1号のね、はい、道の駅に到着しました。ここはなんで道の駅だ、はい、宇都谷峠上り、はい、のね道の駅です。もうね渋滞が結構してきたんでね、はい、これも4時間の休憩とご飯食べちゃいましょう。よいしょ。残りね246キロ。まだまだありますよ。まあ、とりあえずご飯食べてね休んで、はい、また走ります。ちなみに高速ね今のところ渋滞気味です。もう真っ赤っかですね。真っ赤っかです。御殿場から厚木まで結構渋滞ですね。渋滞情報は、はい、ところどころ真っ赤っかです。まあ寝て起きたらねちょっと解消しとるかな。まあとりあえずご飯食べましょう。今日はどっち食べようかな。食べるぞ。食べて。もうないんかな。空っぽです。よし。さあではいただきましょう。お腹すいた。今ね夕方の5時です。今日はね、サラダと、サラダ、あとね、煮物とか、はい、ポテトサラダとかです。で、あとね、今日は、じゃじゃーん梅干し、はい、ご飯です。久々にこういう弁当見ましたね。さあ、では、いただきます。正月ですけど、いろいろ作ってもらいました。うまい、うん、の妻にね、無理を言って作ってもらいました。今年の初のお弁当。あとパセリとかね、うまいんですよ。うん、うん、4時間後どうなってますかね。渋滞解消しとるかな。
ね。解消しとればね、いいんですけどね。頼むで解消しとってよって感じですよ。終わった。うまい。さあ、ではいただきましたね。いやー、もう暗くなってきましたけどね。また後で走りますか。渋滞解消したぐらいにね、走りたいと思います。さあ、ではちょっと休みます。では、また！